元気があれば飲んでも聞く実況アナウンサーの柿野隆彦です。で今回はですね、内田師範、彼についてお話をさせていただきたいと思います。会ってきました、つい先日で、彼の人となり、そして彼の凄さ、これを今回皆様にお伝えをさせていただきたいと思います。何がすごいって、とにかくすごいんですよ。びっくりしました。それをお伝えさせていただきます。さあ、それでは早速お送りいたしましょう。さて今回はですね、なんとかその動画にですね、私が取り上げております岡山にいらっしゃる内田師範でございます。私はいつも内田君、内田君って話をしていたんですが、視聴者の方からですね、ちょっとご意見を頂戴いたしまして、内田先生、内田師範と言った方がいいですというようなお話があったもんですから、まあ確かにそうかもしれないなというふうに思いましてね、今回は内田師範と呼ばさせていただきます。つい先日会ってきまして、私が岩間の内弟子だったのっていうのは1980年代なんですよ。で彼は1990年代に内弟子だったんですね。年は私の方が若干ちょっと上なんですけれども、まあそういった意味合いもありましてね、なんとなくこの親しみを込めた、弟分的な、そんなこの勝手な自分の解釈で内田君、内田君って言ってましてね。で彼も、まあメールのやり取りだったんですが、内田君でいいですよなんて話があったもんですからね、動画では何度か内田君、内田君って話をしていたんですが、まあこれからはちょっと改めさせていただきましてね、動画の中でも内田師範と呼ばさせていただきます。でその彼と会いましてね、まあ初めてかななんて話をしたんですが、いやお互いに初めてですよなんてね、ことから始まったんですね。彼の門弟とともにですね、ちょっと一杯やりながら話をさせていただきました。今日今頃はですね、彼水戸で講習会をやってるんですよ。2日間にわたりまして、ぜひ行っていただきたい、こういった思いもあるんです。なぜかそれを今回はお話しさせていただきます。何がすごいって、びっくりしましたよ、あの技の凄さ。私はですね、今自分のテーマなんですね、ぶつからないっていうことを一つのテーマにしてるんですよ。合気道の技というのは斉藤先生曰く、ぶつからない、ね、肉体と肉体、気持ちと気持ち、力と力がぶつからないのが合気道であるとおっしゃっておられるんですよ。ですから私はいかにこのぶつからないか、そのためにどうやって角度を探すかということを自分の中のテーマにしてたんですよ。でそれを最先端を言ってるのは彼だったんですよ。まさに彼はぶつからないということをテーマにして修行してました。彼のベースはもちろん岩場なんですよ。で彼は合気道をやる前に少林寺拳法をやってたんですよ。でかなりの実力があったみたい。でそこからですね、膝であるとか肘を痛めてですね、自分の思う通りの少林寺ができなくなったのかな。でそこでこの大先生のビデオを見てですね、あこれだと。1935年のですね、朝日新聞主催のあの演舞会、ありますでしょう、よく動画に出てますよね。あれを見て合気道やろうと思ったそうなんですね。岩間道場というのは推薦人がいないといけなかったんです。で私の場合は稲垣先生がいらっしゃったんで、私の直の先生、上野先生を経由して行けるようになったということなんですよ。内田師範の場合は違うんですよ。彼の場合は直接電話をしたんですって。まあなぜか許されたということなんですよね。これは本当に異例中の異例だと思うんですけれども、やはり合気道をやるために彼は生まれてきたのかもしれません。彼は今合気道のプロなんですよ。合気道で飯食ってるんですよ。ですから本当に探求心がすごい、これはびっくりした。さらにすごいのは、彼はそのぶつからないっていうテーマで黒田哲山さんにも会ってるんですよ。信仰があるんですよ。で黒田さんもやはりそのぶつからないということをテーマにしてやっておられるんで、相撲を取ったりしてね、そのぶつからないっていうことを体現してるんですよ。自分の体の中に収めてるんですよ。で彼って相撲を取ったんですよ、実はね。あの内田師範と相撲を取って、こうこうこういうことなんですよっていうことも教えてくれました。これね、言葉で文字で起こすのすごく難しいんですよ、ね、一杯飲みながら、ちょっとこれがどういうことなんだよっていうことを繰り返しながら、彼の門弟とともに本当に楽しかったんですよ、その時間は。で柿野さん、今ここでぶつかってますよって言うんですよ。私はぶつかってないつもりで入っていくんですが、柿野さん今ぶつかりました、教えてくれるんですよ。なるほど、ここから今三頭筋あたりちょっと力が入っている気がしたんだけど、やはりぶつかってるから、ぶつかってますんですよ。
で彼の技は本当にぶつかりがないの。これはびっくりした。スッと入るんですよ。スッと入るの、気がついたらいるの。本当彼の技ね、術ですよ術。気がついたらっていうところなんです。私の求めてるところは、掴まれたら、疲れたら、その瞬間に相手が崩れてるっていうのを私の今の目標なんですよ。彼らもその領域に達してました。だから掴めに行った瞬間もう崩れてるんです、私の体が。もうねすごいよね。動作というのはずっと動いてるわけじゃないじゃないですか。動いて止まって、動いて止まって、これの繰り返しでしょ。その止まった瞬間にスッと来るんですよ。だから全然読めないの、事の起こりが分からないので。彼のスッと来るんですよ。スッと、もうここに剣があるの、彼の拳があるの。うわっと思って、動けねえや。でこっちは掴みに行ったらもう崩れてる。彼はその領域だから、岩間をベースに黒田哲山さんの理念も入ってるんですよ。岩間の発展型なの。今まで様々な人に会ってきたけど、一番すごかったかもしれない。感動したもんね。感動した。あのね、大げさかもしれないけど、彼伝説作れるよ。本当にすごいんだよね。だからちょっと興奮して言っちゃうんだけど、術なんですよ術。だから彼が例えばですよ、東京に来て本格的にやったらバッと広まると思う。ただ彼は地元でやりたいんですよ。だから岡山で発信してるんだけど、岡山から日本、そして世界に広がってほしいよね。もうそんな思いがしました。体は小さいですよ、まあ、写真いくつかね今回ご紹介しますけど、でも技は切れるね。びっくりしたね。あのまた繰り返しになりますけども、彼の凄さを言葉で言い表すのが難しいんですよ。彼とも話したので、彼のその技術のポイントを言葉で動画を通して言っても伝わんないよねっていう話になったんですよ。解説を入れても多分分かってもらえないと思いますって言うんですよ。だから彼の動画には、彼の道場の動画には解説はないんですよ。いや解説入れても分かんないと思った。これあのほんとちょっとしたことなんですよ。触れないと分からないの。今何が起こったのって感じなんですよ。おいおいね、その時は内田君って言いましたけど、内田君今何やったっつって、もう崩れてんですよ。この世界なんです、彼がやってるのは。だからびっくりなんですよ、驚くんですよ。ですから皆さんにお願いをしたいというか、この私のこの思いを感じていただけるんであれば、ぜひ彼に会ってください。彼の技を受けてください。彼の講習会行ってください。もっと言えば、時間を作って新幹線に乗って岡山行って一泊して帰ってくるだけの価値はあるよ、彼の技は。本当ですよ。初めてだね、ここまで私が興奮したのは。びっくりした。会ってよかったなと思ったんですよ。彼の動画を見て、あ、すごいなと思ってたんですよ。ちゃんと斉藤先生の技を忠実に守ってるなと思ったんです。一番忠実に守ってるんじゃなかろうかと思ったぐらいなの。でもね、その先言ってましたよ。その先は何だ、黒田哲山さんの教えなんですよね。黒田哲山さんのその教えの中には不足の法ってあるんですよ。これかなって今ちょっと思ってるんですね。これからなんで、ちょっとまた黒田哲山さんのことを研究します。でそれが、無足の方であれであれば、より一層また彼との会話の中に深みが出てくると思うんで、これもまたね整合性を取っていきたいなと思います。まあ彼とはちょっと定期的に会っていきたいと思うんですよ。で、彼の門弟の方にも言われましたよ。カギさん今度は道着着て一緒に稽古しましょうよって言われたんで、これやります。私彼の人講習会受けたいもんね。実際に本当肌を合わせましたよ。いろんなことやりました。彼とおい掴んでいて、これはどうなんだと、どこにこの怒りを感じたんだとかね。彼は気の怒りという表現をしてます。怒りを察知するってことですね。気の怒りを察知するってことなんですよ。気の怒りだって言うんです。あとはね、十字、水平と垂直、ここ、要するに自然体ね、自然体があるじゃないですか。自然体がやっぱりベースだって言うんですよ。自然体というのは左の足、右の足、50、50ですよ。これを崩しちゃダメなんですって言うんですよ。で、私がちょっとね、
入ろうとした瞬間に影さん崩れましたって言うんですよ。そのこの位置ね、だから例えば右の足が出た時に左の足が50から60とか50から40になっちゃダメなんですよ。ダメなんだって。常に右足が出たとしても左足を50でキープしなきゃいけませんと。常にこの位置は変わっちゃダメなんですって。だからよく大先生は消えるって言ったでしょ。かわしてんじゃないんですよ。かわしてるとバランスが崩れますね。これごと移動してるんですよ。だからそこには人がいないから消えたように見えるんですよ。わかりますこれ。これも言ってるだけで伝わらないかもしれませんけど、そういったことを克明に一つ一つ丁寧に教えてくれました。理論的にも彼はしっかりと武装してるし、体現もできるんですよ。すごいよね。すごい。ほんとすごかった。恐れ入りましたって感じですよ。で、彼はおごり高ぶったところがないんですよ。謙虚なの。これがまた素晴らしいとこですよ。ぜひね、皆さん、私も行きますから、ぜひ内田師範の技を体感してください。体感しないと伝わらないと思う。こういった動画で私が一生懸命言っても多分伝わらないですよ。彼の根幹となる部分っていうか、実際に触れて、あ、こういうことかって分かると思うんです。私がそうだったように、こういうことなのっていう、そのね、発見がたくさんあった。一杯やりながらだったから、わずか2時間強なんですよ。その間でもね、立ち上がってちょっと掴んでいくとか、ついてくるとか、いろんなレパートリーで私疑問点を投げかけたら、こうこうこうですと、ちゃんと理路整然に私が納得できるように教えてくれました。すごいです。もうね、彼は伝説の男になるし、伝説の男になってほしい。それだけのものを持ってる。身近にこういう男がいたってのは嬉しい。それだけの人間なんです、内田師範。ぜひ皆さん、彼の技を体感してください。本当にお願いしますと言いたいぐらいですよ。ああ、これが本当の合気道であるし、斉藤先生、王先生、喜んでるよな、天国で。そんな思いがしました。ぜひ彼の技をね、体感していただきたいなというふうに思ってます。今回は岩間の聖人である内田師範、その彼の人となり、そして彼の技と凄さ、この辺りをご紹介してまいりました。この辺りでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさー